パジルスティックは、銃剣の訓練によく用いられる、アメリカ陸軍仕様のパジルスティックの図面。パジルスティックと防具で訓練を行うニカラグアの兵士。パジルスティックは、ライフルと銃剣の戦闘訓練を行う、軍人によって1940年代初期から、用いられる、高い密度でパッドを詰められた棒状の訓練用武器で、ある。日本の六尺棒や、クォータースタッフに類似しており、 一方の橋で重検を、他方の橋で重傷を表すために印をつけることもある。パジルスティックによる訓練方法はニューメキシコ大学のアーモンドサイドラー博士によって第二次世界大戦の間に開発された。訓練は最初にアメリカ海兵隊に取り入れられ、後にアメリカ陸軍にも同様に取り入れられた。サイドラー博士はこの開発によって 海兵隊から賞を受け取った。パジルスティックによる訓練は、激しい接触を伴い、素警部用プロテクター、アメリカンフットボール用、ヘルメット、ホッケー用、グローブ、胸部プロテクター、スネアテなどを野球のキャッチャーのように着用して行われる。パジルスティックの中には怪我の可能性を減らすため、手の防具と一体化して作られているものもある。アメリカ陸軍及び、 アメリカ海兵隊では脳に外傷を負っている最近脳震とになった過去24時間以内に歯の摘出手術をしたなどのもののパジルスティックを用いた訓練を禁止しているクリエイティブアナクロニズム協会など一部の組織ではスポーツとしてパジルスティックに類似した武器が使われるがあまりに危険であるため通常は自粛されるより軽いもののパッドが未装着のスティックを使い フェンシング用マスクとグローブのみを身につけるフルコンタクト訓練に対して現代エスクリマの弁護士はことを唱えている。特っくみ合いの訓練などでオーダーや蹴りなど武器を用いない技術を学ぶことも訓練の一つの方法である。この訓練方法はパジルスティックより現実的であるが一般の兵士や海兵隊員のためにはあまりに危険で技術的に高度である。 パジルスティックによる訓練は新兵に対して重症の可能性を減らしつつ戦闘におけるアドレナリンの分泌を体験させることができ最低限の訓練で訓練生に利益をもたらすことができる。1989年から1996年までアメリカで放送された体を張ったゲームショーグラディエーターズ及び2008年の再放送。 および同番組のイギリスでの放送でパジルスティックによる訓練が一般に認知された。人気のあった戦闘コンテストで参加者がパジルスティックを用いて互いを台から叩き落とそうとするという内容だった。パジルスティックの名称はラテン語の拳に由来する造語であり、英語の喧嘩早いものや喧嘩早いともかけられている。ありがとうございます。